コナイト、ニコナイト。はい、どうもゼロ、間違え、ニコナイトって言っちゃったゼロトークなのに。まあ、一人だね。うん、まあ、いつも遅刻してる僕ですけども、たまたま真面目にね、時間通り来た時には誰もいなかったっていう。どうしようか、これ遅刻よ、みんな。なんで一人じゃない、ただただ遅刻。何やろうか、一人で何できるかね。一人じゃね、面白いこともできないんだよね。人をけなして生きてくるタイプだからな。むずいな。カラオケ？カラオケ一人ね。ちょっと難しいな。そう、今日ね、珍しく部屋目もちゃんと間に合ってね、時間通り来れたんですよ。早くして、何これ。よっこいしょ。あ、ほんといい？帽子ないの。自分けなすのは難しくね。ブサイクだ、ブサイクであるよ。何やろう。つうか、これ逆にあれよね、二人がどんだけ必要かが分かるね。先週あれ、アマチも一人だったって聞いたんで、アマチは何やっとった。これ声ちゃんと聞こえてるの。これ下トークいいやん、下トーク。僕も下トークしたいわ。ちょっとエロい話しようや。どこまでエロい話一人できるかもあれだけど。え、誰、アンジュさんいてくれれば OK とか。やばいね、めっちゃちょっと、うん、感動。さあ、何すっかな。ちょっとね、気になることあるんで、ちょっとフィリップ使ってちょっとやってきますね。フィリップ、フリップ知らんけど。はい、ね、よいしょ。NG コメントすんなよ誰やねん。あ、ニコナイトじゃねえや、間違った。ゼロトークね、ゼロトーク。見たのは、はい、これアップください。これアップください。はい、ゼロトーク、見たのは何回目ですか。コメントください。それによってね、その過去の振り返るわ。2回目、やばいじゃん。もう1回目の人ピンチじゃね、大丈夫これ。もうやめろよ。1回目はきつい。3回ね、意外にリピーター少ないのが面白くないんじゃないのこれ。大丈夫か、この番組いける？ 1 回目、初見さん多いっすね、ほんと。もう一元さんはお断りになるぐらいつまらなくなるんじゃない。35回もやってねえぞ、大丈夫か。頭おかしいんじゃないのお前さ、3回目、うん、誰やねん、40回、増えとるがな。そうなんですよ、そうなの、リスナーが面白くなって、そうなの、番組つまらんのよ、お前。でもこうやって帰ってくる、90歳でも誰も年聞いとらんの。なんやねん。あ、面白いコメくれや。そうだね、多分10回ぐらい、何回目 ?10 回ぐらいやってんじゃないですか。うん。そう、なんかね、僕結構意外に一人好きかも。なんか、あれじゃん、コンビとかトリオが一人になると売れない芸人さんも。そういうのちょっと好きかもな。来ないよ、カメって。あ、うるせえよ、ピンホストだ。大体一人でやってるわ、ホスト。何しようかな。これラストまで一人でも面白くないで、多分。僕、
コメント書いてもらって思いっきりいじっておしまいやね。これむずいな、どうしよう。あんたらのことをバカにするしかできないんだけど。うん、3回目か。ってことはどの辺やな。今月頭のは見てくれてんのかな。今月頭は何したかな。酔っ払ってきたね、みんなでね、営業後にね。あれはね、おもろくなかったと思う。ごめん、あれは謝るわ。どうなんだろう、あれどうなの、あの酔ってる番組とかおもろい、みんなが酔ってるのか。僕ね、最近ちょっとこう、うまい飯屋でもね、こう探してきてね、そこでね、撮って動画をね、動画を撮ってちょっとワイプにして流そうかなとかちょっと考えてるんだけども、うん、で、いろんなお店をね、こう紹介して、うまくね、下のこの同伴に使ってくださいと、こんな安くてうまい店ありますよと、してやろうかなと。13歳見んなよ、お前ホストいけんと誰やねん13歳ってリスナー、そう、これね、コメ、だってコメントうるせえよ、ジモンちゃうわ、お前ムキムキちゃうわ、わし結構ブヨブヨだわ、うん、あとね、アンジュさんの名前アマチュなってるよ、少し久し入ってるよ、うん、すいません遅いわすいません遅いわあー、これなんか安心感あるね、マジで一人でお茶飲みながらやっとすいません、これね、僕 VS どあの何リスナーみたいな戦いになってるんだけども、うん天地さん遅刻、あみんな遅刻、今日ねゲストも2人ぐらい来る予定なんですけども、やばいな、全員遅刻で、なんで遅刻してきてピースする人初めて見たわ何しとんの、すいませんっていうね、どうしよう、なんかあんだよね、ホワイトデー、ホワイトデーもらった、みんなどう、ホワイトデーどうなんですかね、もらったんですかね、ね、もらったのかな、これ見てくれてる子はホワイトデーもらった、まずあれな、バレンタインあげてねえのホワイトデーもらってねえって怒んなよそこな、まず俺もらってないな、もらってあ、偉いね、真面目じゃん、バレンタインあげてないってちゃんと言ってくれんの、嘘つきは嫌いやで、嫌いやで嫌いやで、もらってない、あげてない、え、僕にあげたかったの、ちょ、送ってニコ生宛てに、ニコ生宛てに送って、めっちゃ食うから毒入れんのよ、担当からヴィトンのカバンもらった、めっちゃいい担当じゃん、誰だよそれ、その人いるんだ、男でもまあええわほんま男もええ、送って送って、そしたらヴィトンのカバンはやらんけどななんかあげるわあ、見返りは怖いと思うよ本当に光ってるホストだからね、ホストだから見返りは半端ないですよシワシワかキラキラかどっちかやな二択なんで、はいはい、二択なんでお願いしますはい、進行もない、ないからね、もともと何をやるかっていうのもね、そうですね、考えたんだけど、うちね、社長がね、基本的にこのゼロトークをね、変えていきたいってことで、はい、最先端をね、そう、翔社長がね、いろんな撮影したいって言ってるんですけども、何結局ね、やるって言ってからね、3回放送を見送って、うまく撮れてないっていう、まあ、試行錯誤ねっていろいろやってるんでね、外でね、街頭アンケートとか、まあ、いろいろやってるみたいなんですけども、まあ、うまくできてないみたいなんで、編集が間に合ってないのかな、多分、うん、何これ、社長も今忙しいんでね、やっぱり、まあね、月末近いしね、今日も DVD みたいなもん、あ、ほんと、DVD ね、あの DVD、実際にホワイトデーした当日の方にはね、プレゼントしてるんでね、多少な、超少ない、あ、そうですね、そうだね、あんまないね、なんだろう、俺何する、何したい、うん、何か、そうよ、いつもさ、なんだかんださ、なんか企画やってもさ、それボコボコ突っ込んで終わってんじゃん。しかも、リスナーからしたらさ、僕らが何やるの見たいですか、うん、そう、そこは欲しいですね、うん、僕らは結構ね、いろいろ考えてね、ほんと、今までにない、なんていうの、大体ニコナイトでやってると、こう喋ってグダグダで、大体オナニーしてるだけじゃん、自己満だからね、自己満してるだけじゃん、ちょっと、
やり取りし、僕の本当は今日ね、ジャンプ持ってこうと思ったの。ジャンプ、週刊少年ジャンプ持ってこうと思ったの。下トークの前にまず少年から始めようかなと思って。おお下ネタ、うん、下ネタも大好きでね、あの大人なプレイもすごい大好きなんですけども、はい、はい、でもまずはね、あの子供に戻って原点の、そう、原点、原点、やっぱ純粋な気持ちを取り戻そうと。おう、うん、さあ、じゃあちょっとコメントの方にね、ジャンプどの漫画が好きか、ちょっとコメをください。NG コメント多いな、わしやるとわしやると NG コメント半端ねえな、マジで。何書いてんの？ピーってやつ書いてんでしょ、どうせ。うん、じゃ早く何か書いて。そしたらそのね、あの漫画に対してね、僕が毒舌にどん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 コメントをしていこうと、うん、それをちょっとね、これ今日コメント上がんない。古いのでもいい。 NG コメント多いな、多いな。古いのでもいいよ。古いのも結構得意だから。ワンピース、あ、ワンピース、王道ね、うん、ごめん、僕ね、あんまりちょっとこれは生放送で、ね、言っちゃ悪いのかもしれないけどね、僕ジャンプで唯一ね、ワンピースだけ見てないんだよね。ワンピースだけ読まないようにしてる。おお、なんか途中まで良かったんだけど、それは空島っていうところまではね、まあおもろかった。それ以降、あら、ハンターハンター書いてくれた人誰？ああ、愛してるそいつ。誰？ハンターハンター書いてたやつお前のこと好きになりそうだわ銀玉もいいね、うん、あの先週の銀玉はね、あれ良かった、うん、あの男と女のね、あの性がね、あの逆転しちゃう内容でね、面白かった。銀さんのね、あの女バージョンは可愛かった、うん、全くついてあげないけどね。ハイキューいいじゃん、最近ね、ちょっと最近出たのね、バレーボールの漫画。へー、詳しいな、これ結構おもろいですよ、ジャンプ。おもろいですよ。なんでわし男に人気あんな。男でもちょっとなんか送ってこいや。変態変態って。コナンはジャンプじゃないね、うん。銀さんに抱かれたい。銀さん大丈夫？ちょっとなんか変態じゃない？うん、あれサイコパスジャンプだっけ、あれ何だったかな。あ、分かる、銀魂見るとちょっとあれエロい気持ちになるね。すげえ分かるわ。そうなんだ。バル分かる、分かる、銀魂分かるよ。あ、そうだね、俺は好きなんだよ。あ、そうなの、銀魂好きなの。唯一あれはちょっと面白いなと思う。え、銀魂見てんだ、うん、銀魂は。僕はね、あのね、サイキクスオの災難が大好きでねナルトが最近ダメだよ、うん、メダルタボックスね、あの西尾維新さんっていう方がね、あの原作をやっていましてね、もともと小説かな、うん、あの ライトノベルの方書いてて、すげえ、あのそっちの方がおもろいんだよな。基本的にあの化け、何、猫、何、何、何だっけ、何だっけ、化け物語、化け物語ですね、化け物語とかな。あのおはようございます。ボボボボボフリーナは、うん、おはようございます。もう巡礼ぐらいやないか。そうだね、巡礼毎週出てるじゃないですか、化け物語、ね、出ちゃうよ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 、おかしいでしょ。ちょっと、最近、どうも、大木です。うん、大木だね最近、お前何やってん、最近何してるんすか、最近、なんか結構出てない、ね、なんか、毎週のごとく出てんで、出たらなんかめっちゃおもんなさそうな顔で化け物語の話聞いてたんで、そうそう、どうした知らねえから、多分僕ね、あの、今、まあ、自己満足かやそう、何が好きかと。あー、ジャンプ、ジャンプね、ジャンプ、集英社ね、やっぱ、でも一番人気はやっぱワンピースとかね、ナルトとか。でも読まないよ、うん、あ、読まないですか。そう、僕、粘土おもろいな、僕も粘土好きやわ。粘土、うん、粘土、あのサイキックス王の災難っていう、あああれの粘土、ね、大好きって出てましたね。純レギュラーなのね。おもろい、粘土はおもろい、うん、いや、とりあえずね、あのお土産は持ってきたんで、うん、あ、ほんと、はい、あ、飯食ったら怒られるからいらん。あー、どんタコスなんですか。あ、うまいね、これうまいんで、はい、うん、もうつまむ程度に、うん、お願いします。僕はね、サイキクソでね、あのね、はい、に、あの、何、俺の右腕がうずいくぜ、まだサイキクソの話いきますもうええでしょ。漆黒の翼、大体知らないでしょ、見てるの漆黒の翼全員がサイキクソ知ってると思ったら大間違いですよ。あ、ほんとだ、そう。でもすげえコメントが出たすげえですよ、あれは。あ、粘土ってあの粘土、あの粘土なんです。ちょっと見てる人いるんですよ、ね、最近ちょっとなんかね、すごいかどんくさいやつですよね、うん、粘土、うん、古いところで行けばね、
やっぱりドラゴンボールよりも誘惑だったな。あ、誘惑いいね。わかります、わかります。僕は誘惑だったな。基本的にあの、富樫さん信者ですよね。そう、僕は富樫1000万プレイヤーだもんね。はい、作者のこと大好きなんで。そう、大好き。ハンター、ハンター、しかり、ね、相当見ついてるんじゃないですか。誘惑しかり。あの、レベル E。あー、もう初期のやつですよね。初期の方のね、誘惑者の次に書いた漫画なんですけど、あれがすごい良かったですね。怖やな、今日の話。でね、あの、グッズとかにね、ほんと買いまくって。あ、結構行くんすね。うん。ほんと1000万ぐらい使ったのかな、彼には。1000万プレイヤーですね。ジョジョ立ちしてほしいね、確かにジャンプの話だったらね。ジョジョ立ちね。うん、ちょっと大喜利のジョジョ立ちまで。ちょっと待ってください。3-3-2-2-1-1、あいよっ。ふわっとしたジョジョ立ちしかない。ジョジョ立ち。なんかこんなんですよ。ね、なんかこんなんですよ。あんまり見たことないですけど。おもろいかな。見たことない。いや、全然ジョジョ立ちはこう。いや、どんだけしてるんですか。ジョジョ立ちね。はい、どうも。びっくりした。え？いや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 。まさかのまさかの。これフルメンバー。ちなみにね、あ、いや、フルじゃないですよね。もう一人ぐらい来るらしい。あの、45分か50分頃に。遅っ。あとね、打ち合わせしてた。アマチ久志代表の方から今日僕にメールが届きました。はい。あの、5分遅れます。はい。今何分ですか。15分。俺も遅れました、真面目に。これですね、あの、謝罪会見いただきましょうか。15分遅れたんですけども。はい。え、なジョジョ風に謝罪会見。ジョジョ風に、ジョジョ風に。謝ってるとこあんま見たことないですジョジョ風に行きましょう。まあ、今日は何かしらね、事情は。やりたいだけでしょ。むっちゃドヤ顔じゃないですか。こういうの好きなんですよ。大体ね、はい、ジョジョ出し。いやこういうの好きなんですよ。ジョジョ出しね。そうですよ。今日は、イケメンは来ないですかね、ゲスト。ああ、イケメンゲスト。はい。お前イケメンゲストじゃないの？東北イケメンじゃないっすね。あ、ほんと？なんか噂に聞いたんですけどね、なんかイケメンが。ほんと？なかったんですね。いや、おかしいじゃん。ね、おかしいですよね。ちょっと喋ってて、今僕ね、もうちょっとやることあるな、うん、ちょっと俺ってやることあるから、ちょっと大喜利してる。違う、じゃあ放送する意味あります？大喜利ちょっと喋っといて。いや、なんかね、うん、今、あれですよ、天地様が赤西に見えてきた。あ、マジで？赤西、赤いからね。赤西、その赤じゃないおい、しやがるな、もうこれなんかね、歌い始めなくていいよあ、変な鏡、ミラーマン、ちょっと歌い始めなくていいですよこんな、ね全員に放っておかれてこんな空気あります？いや、いつも通り、はい、そうは、これが今日の違う通りなんで、はい、あ、でも僕ちょっとね、3分ぐらい繋げたらいいなっていうちょっと、うん、なんか話をね、はい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 、あの、ね、最近、うん、あのちょっとハルトさんの言葉の間違いが異常に多いなっていう、うん、これずっとそれ気になってたんですけど、例えば、あの、あ、例えば先週の放送を見てたんですけど、うん、あの京也くんが出てたんですよ、うん、で、うん、彼はちょっと頭がいいんで、うん、なんかすごいいっぱい知識持ってるっていう話になった時に、うん、多分インテリホストって言いたかったんですけど、一、うん、人だけずっとインテリアホストあ、言ってない、ね、ただの家具好きやないかと全然超おもろいじゃん、それこの間もなんかニンニク卵王の CM 分かりますけど、うん、あーあーばあちゃんの言う通りっていうのがあるんですけど、うんうん、ずっと一人だけあーあーばあちゃんには似合わない多分めっちゃダサい服着てんやろうなっていう想像はつくんですけど、ちょっと間違えるんですよ。いや、ちょっと多いかも、多いっすよ、結構多いっすよね。ただこのね、カムカイで、はい、あの、ビッグ玉の話になりまして、はい、それで、あのこう、画面右上にこう、あの、ワイプ出るじゃん、はい、あのこと普通にパイプって言ってたちょっとしたミスですよ、ね、あのパイプがね、とかすごかったパイプって言ってたねで、久しさんもあんまり知らなくて、かわいくないですか、ほんとにこう、いや、久しさんもなんかこの間ね、ミーティングで結構真面目な話してるときに、なんかちょっと下の子に激飛ばすみたいなところで、なんかラッキーもあるんだからって多分言いたかったんですけど、ずっとアンラッキーだってあるんだよってめっちゃ後ろ向きの話してラッキーでしょってみんな多分思ってたんですけど、おかしいな、ね、結構多いんですよね、いや、みんなあるからそうみんな誰かしら ね、人間だから誰でもあるんですよ、もう終わったな、この話、うん、どうしよう、あ、しょ、プレゼンでしょ、今日、え、あれ、あ、そうなの、あれ、何のプレゼン、プレゼンタイム、あ、今日はどんなあれをするかですか、なんか新しい企画、そう、あ、今日はね、あの、はい、あんちゃんが一人でプレゼンをしてくれる、あ、僕それさっきもしてたの、一人、あ、そう、え、あ、ジャンプの話したら俺、あ、だから、そう、あ、その話からそう、ジャンプホストみたいなね、そう、うん、そう、だからジャンプの話したんだよね、で、その流れで、お、絵がうまいかどうかチャレンジしようって、あ、もうすでになんかやってたよ、絵がうま選手権開催しちゃいます、やる、
なんかでもそれだとお題決めた方がいいですよね。まあとりあえずじゃあこれいきましょうか。ないですよ、ないですよ。こっちっすね、3カメください。アマチ遅い。おお、ちょっとなんか滑稽。バイベジータ。ベジータですね。でもうまいっすね。バイベジータうまいすごっ。バイベジータですよ。だちょっとなんかあれっすよ、あんま威圧感はないっすよね。優しい時のベジータ。そう、多少 ね、まあでもこの誇り高きベジータがなんとブルマとチョメチョメするというね、あのね、あのベジータがやることはちゃんとやってる。このベジータがやることやるというね。ああちょっと待って、なんかあとドラゴンあれだね。え、今日アニメの話終わんじゃないの、ね、なんかちょっとね、あの久志さんもはい、はい、あのアマチ久志さんの映画できたり。できました。大喜利の似顔でした。大喜利の似顔。あ、僕が似顔でした。大喜利の似顔絵ちょっと見たい。じゃじゃん、大喜利。ホタテやないか。ホタテやないか。ホタテやないか。どう考えたらホタテやな。はい、はい、はい、どうも。ちょっと待って、今日もノープランっすか。なんか作りないっすか。ちょっとこれ、はい、一応 CM 明けに、はい、僕はこの4人全員で、うん、まあ、なんかこう、はいはいはい、絵を描いてほしいなと。あ、でそれに対して、うん、まあ、お題1個決めましょう。お題はちょっとね、あのお題見てください。お題なんかください。お題ブルブル、お題描いてください。描けないとこれ。その絵を、全員で描きます。うん、はい、それを、コメントで、コメントでボロクソ言ってください。そうですね。で、僕もそれに乗ってボロクソ、やっぱね、どう考えても僕が一番うまいんで、うん、ボロボロと、まあ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 言ってやろうかと。わかんないですよ、ね、意外にハルトさんがめちゃくちゃうまいかもしれない。いや、俺下手なんだよ。やっぱ、ほら未知なる可能性下手なんだよ。そう、やっぱ、ホトちゃんもね、はい、すごい絵下手じゃん。まあまあね、まあそうですよね。そう、雨上がりさんのね、はい、ポジションで言うとね。なんで、はい、どうしますか、じゃあ、なんかちょっとね、一応、誘白のユウスケ、ユウスケ、来てます。またもうちょい欲しいですね、なんかブルマ、カリン様、粘土、粘土は最高やな。何粘土って、サイキックスですよ、ね、ビッグバン書いてって相当難しいですよね。どうしようかな、カーネ…あ、カーネルオジさん、割とね、いやそう。そう、どう、ちょっと簡単なのちょうだい。簡単ですね。誘白のユースケ、多分僕しか描けないと思うから。おそらく。ユースケ。粘土、面白いですね。僕だけ、粘土。うん、僕だけ粘土。あ、ほんと。粘土。じゃあ僕だけ粘土で。粘土を描けるんすか。描けるから分かる。粘土意外に難しいですよ。うん。なんでちょっと CM 分け。はい、そうですね。ちょっと。はい。じゃあお題はじゃあどうしようかな。うん。じゃあ、カリン様猫だから猫描いてもらいましょう。猫でいきましょうか。ああ、簡単だから。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあ CM いただきます。どうぞ。はい、後で。心すさんでた時はだいたい猫カフェに癒されてるんですけど、なるほどね。はい、なんか、はいはい、新宿の靖国通りにね、なんか
キャリーかなんかいうね、猫カフェがあるんですよ。キャリー？はい。で、ね、一人でなんかこうコロコロやってて。マジか。まあ、僕できたんですけど、これ。じゃあちょっと見せてみて。僕のやつもう見しちゃっていいですか？いいよ。まあ一番なんで。うん。うん。じゃあ、僕のやついきます。はい、お願いします。これ粘土むずいぞ、おい。粘土むずいぞ。なんか言ってくださいよ。あ、これ見て。な、え？ぶっさいくやな、それ。なんもなし、ただただやればいいし。いや、結構真剣だから。はい。割と僕ガチのね。え、これ結構ガチじゃん。僕ガチなんですけど、なんか、まあ、うまくもなく下手でもない。なんか微妙な空気になっちゃったんですけど。あ、でも猫だね。一応猫って分かれば、ね。猫が取らない、取らない。はい。10点って書かれましたわ。嘘。10点、何点中10点なんか知らないけど、10点ですね。あ、いいね、これ。はい、あ、点数でも教えてもらった方がいいかもしれない。大きい10点ね。はい、僕10点です。あ、はい、3点。3点しか書いてない。おっ、あ、ちょっとなんか勇敢な猫っすね。ん、勇敢な猫？はい、お願いします。これ何点っすか、これ。これ2点でしょ、こんなもん。こんなもん2点でしょ。じゃあ、俺行きます、俺行きます。はい。ででん。ちょっと待って。ちょっとおちょくってるでしょ、これ。違う、ドラえもんって、あ、ドラえもんとデコがかぶっちゃったの。途中まで、ここまでドラえもん。おい、粘土むずいぞ。クソアロタ1点、0.5 点ハルトさんって書いてますよ。そう、0.5 点。もういいよ、俺は。まあ。あ、アマチ2点。あ、アマチ2点ですね。11点、違うぞ、これ11店舗でしょ、これ。11店舗。そういうことだよ。いや、でもこれね、言ったら僕たちは、所詮、カマセイヌなんですよ。書いてるのは猫ですけど、僕らカマセイヌなんですよ、これ。そうだね、落ち着かるか ね、 ね、 これやっぱりね、一番うまっ、なんかちょっとうまいんだけど、てか、多分作者よりうまいですよ。こっちこっちのカメラ、ちょっとかっこよくなる、粘土がかっこよくなっちゃった、粘土がかっこいいな、それ粘土がかっこいい、うわかっこいい粘土になっちゃった、ね、ちょっともうちょっと、もうちょっと怖い顔のはずなのに、ね、勝手にな、粘土がちょっとできる粘土ですよ、これね、すごいな、粘土がちょっと、ね、どんくさくないですよ、絶対誰の猫これ、これ僕でしょ、これ誰の猫、どう考えても僕でしょ、ぶっさいっかやな、ちょっと面白いこれ誰これ、かわいいやん、かわいいですよね、かわいいやん、ね、消してるんだ粘土かっこよかったな、粘土相当レベル高かったですよ、クリッション粘土さん大丈夫これ、絶対一回も家で練習してなくて、この通り練習はしないです、基本的には。いや、そう、次のお題行こうよ、お題まだやりたいのこれ、やりたい、ちょっと面白いでしょ、あ、どうしようかな、じゃあお題いただきましょう、あのね、分かりやすいやつ、うん、やだよ、僕時間かかるのやらされるんだから、やだよ何やる、何やる、何何パッとね、パッとするようなやつでいきましょうよ、パッとするやつ、あ、じゃあお題、あー、みんなが分かるのはいいよね、ね、だからちょっとお題をね、お題ください、お題欲しいです、お題を、うん、金太郎誰が書けるんだよ、お題、天木さん誰が書けるんだよ、天木さんもね、割と特徴、メガネ描いてピヨ、メガネ描いて、メガネ描いて帽子かぶらしてピヨ、誰でも描けるわ、目を点々するわ、ね、あと垂れ目にするわ、あとね、お兄ちゃんも簡単だよ、ボーダーの服着させとけば、あ、そうそう、それで OK、大体ボーダーだよ、だってまだお題決まってないのにもう書き始めてますから。あ、のび太いいじゃん。のび太。のび太。あ、しんちゃん、クレヨンしんちゃん。ああ、しんちゃんいいかもしれない。金太郎。どっちがいい？書けないよ。のび太とクレヨンしんちゃんどっちがいい？どっちがいい？どっちがいい？どっちでもいいですよ。俺金太郎の方が書きやすいの。金太郎。金太郎ってテレビ出る芸人さんの方よ。芸人さんの方だよ。わかるよ。あれ書けるんすか？フライングゲットでしょ。はい。フライングあんな形書けます。じゃあお兄ちゃんは金太郎ね。金太郎珍しい。お兄ちゃん金太郎で、じゃあしんちゃんかのび太どっちがいい？どっちがいいですか？どっちがいい？誰しんちゃん？しんちゃんのどっちがいい？しんちゃんかのび太。クレヨンしんちゃんか。クレヨンしんちゃん。のび太。はい。あ、じゃあ俺しんちゃんで。しんちゃんね。じゃあ僕のび太行きます。のび太ね。はい、で僕がカイドウね。カイドウ。カイドウ。カイドウね。じゃあユウスケ書いて、ユウスケ。じゃあ画像を見ないと書けねえな。あ、誘惑のね。誘惑のユウスケの髪型がよくわかんねえもん。ルローニケンシン。剣心も時間かかりそうじゃない？まあ、とりあえずちょっと…じゃあ、トグロ。トグロ？トグロ 100% いけます？トグロ、いや、120いけるんじゃない？120いけますか？いやちょっと難しいね。ちょっともう今検索してパッと見ようかな。そしたらすぐ書けるんだけど。じゃあ、大木静香ちゃん書いてる。大木静香ちゃん書いてる間に、喋らなきゃいけない人間もやっぱり生まれてくるんで。あ、そうです。じゃあ、僕…じゃあ、俺じゃあ、どうしよう。じゃあ、書きます。じゃあ、僕書きます。ペンは
ペンあるあ、ね、フラインゲット。じゃあそろそろお兄ちゃんがね、出来上がるところだからね、結構ね、お願いしますね。いいか、僕ちょっと行ってみようかな、ゆうすけババッと、ね、な何がやるか。フライングゲット多分一番難しいと思うんですけど。アンジー俺を抱いて。誰やねん、男か。まあ、わし男に興味ないで。この間僕、なんか女がいいで、一星さんからいたずら電話かかってきて、初回行きたいんですけどって言われて。最低だな。で、僕一星さんって知らずに、ま、でも声は男性って分かるんですけど、10分ぐらい一応初回来てくださいって言ってたんですよ。で途中からあれなんか違うなと思って、聞いたら一星さんやって。ただ一星だったの。はい、踏んだろうかと思いました。後でいいよ、ぶっ殺しやから。埋めた方がいいよ。まあ、その辺で絶対ぶっ殺しやから。ぶっ殺しちゃダメです。最近あいつ酔っ払ってやべえから。うん。まあいいんじゃない？最近どう？みんなできそう？これ、尺もあるからね、パパパパパパッと。まあ、簡単にね、特徴さえつかめば大体いいんじゃない？基本は特徴つかめばね、絵はね、うまく見えるんですよ。そうですね。大事な部分だけね。そう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 。いいとこだけね。よっしゃ、できた。お絵かき企画でいいんじゃねえの今日は。はい。はい、誰？大木誰？よし、じゃあ僕のび太描きました。はい、じゃあ大木ののび太まで。はい。どうぞ。ちょっとね、目が間違ったんですけど。お前これなんか CM で見たことあるぞ。これ何これ？僕のび太なんですけど、ちょっと目がね、なんかちょっとなんか気持ち。お前これ僕いじりお金にしてる。ペロペロ言って。間違っちゃいました。これイジリーだね。イジリー書いちゃいましたね。ペロペロって言ってイジリーお金にしか見えないんですけども、どうしましたこれは。あれどうしよう。見て。はい。次金太郎。フライングゲット。フライングゲットでね。金太郎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 。金太郎見ましょう。やばくない？フライングゲット。待って何これ。これ完全にはいってポーズ。金太郎行きましょう。ちょっと金太郎見てくださいこれ。金太郎これ。ちょっと待ってください。何これ。誰だよ。幼稚園児幼稚園児やん。一緒だから、チュパカブラの絵かなと思って。俺、描けないで、描けないよ。チュパカブラでしょ、そんなもん。はいはいはい。できました、私。お、しんちゃん。じゃあ、しんちゃんいきます。三三二二一一、はいよ。へで。しんちゃん。なんか基本みんな気持ち悪いですよね。どうどう。あの、しんのしん、しんちゃんのしんってこれだっけ。しんちゃんはひらがなっすよね。あ、嘘、こっちしんじゃん。ゼロのしんです。ちょっと、なんすかこれ。ちょっと怖い怖い。見てんじゃん、ほら。なんか基本みんな、なんかエロい目が変質者ですよ。どうできた、ね、みんなとりあえずね、一通りできたんですけど、やっぱみんなかまさ犬でしたね。僕はね、もっと時間かかるからね。もうちょっと時間かかります。喋っといて、喋っといて。でも絵の特徴、なんか昔じゃあなんか得意科目とかありました。得意科目、はい、だから僕は美術とか本当才能なかったんで。俺もないな。なかったですよね。ないね、俺もね。なんか得意科目、どっちかというと字のが好きだった。漢字とか、ああ、習字とかね。俺理数系。ちなみに僕も理数系。ああ、そうですよ。数学とか得意。俺そろばん3なんだから、暗算は早い。そろばんできんだ。で、こっちや。できる。ああいう人ってなんかこれで計算するじゃないですか。で、どうやってるんですか。頭の中でそろばんのあれを作ってるんですか。そう、作ってる。やってる。僕もね、理数得意。やってみて、今も。願いましては5円なり1円なり8円なり。だっせ。いや、ほんとそう言うでしょ。ほんとに言う。なんで全部足し算なんですか。全部足し算なんですか。たまにしんちゃん入れてみてよ。願いましてはしんちゃんなり1円なり。にしんちゃん。でもなんか、いやもうでもうまいって一目で分かりますよね。もうすぐできんじゃない。一目でうまいって分かる絵ですよ。もうすぐゆうすけが完成するんじゃない。ね、完成しちゃいますね。うまいなぁ。これもうちょっとだね。これもうちょっとで終わる。でもなんか久しさんあれですよね、野球をやってたんですよね。そうそうだよね。キャプテンが何だったんですか。キャプテン、小学校、中学校、そう、動けたね。なんか基本キャプテン気質ですもんね。キャプテンっぽいね。ね、なんかキャプテンっぽい。暑いからね。暑いっすよね。暑いけど優しいからね。暑いけど結構打たれ弱いじゃないですか。この間なんかね、アンケートでね、なんか一番嘘つきに選ばれて2日ぐらい引きずってたじゃないですか。もうちょいだな、おかしいな。2、3日結構引きずって、なんか唇ちょっと紫になってたんですけど。で、俺最近引きずってるのはマイクがちょっとトラウマになってきたっていうね。あ、マイク下手くそだな。マイクのコメントね、全部いきなりね、シャンパンがね、頼んでくださった時はね、滑って3秒後に、あはみたいな空気をね、みんな醸し出してね。ちょっとわざとなとこもありますよね。面白いこと言っててもみんな我慢する。ちょっとユースケできそうだね、これ。大喜利うまいじゃん。僕、そうでもないですけどね。そう。あ、でもこれ結構完成しましたよ。バッツナギしてくれた。これはね、もうだいぶクオリティ高いですよ。いや、これ高いな。ね。
はい、行きましょうよ。ゆうすけ、はい、ゆうすけまで3、3、2、1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 、
こんなこわもての方がね、マラソン走ってたら周りに人がいなくなるんじゃないかってちょっと不安なんですね。ちょっとね、なんかみんな怖いんでね、うん、まあちょっと練習してる時もちょっとね、はい、なんか警察から逃げてる人に見えてしまいますね。職質3回目だよね。ちなみに僕も昨日職質くらいま何したら職質されるんですか。されたことないね、普通にしてて普通に王ちゃんはされないって言ってたよ。されないっすね。はいはいはい、僕一回ね、なんかあの僕のおばあちゃんってなんか心配性で、うん、僕のカバンとか僕の服に、うん、あの何でもかんでも塩を入れる癖があるんですよ、うん、やべえな。なんかそのだいたい、だいたい原価ついてない、はい、だいたいの勝手に塩とかポケットとか入ってるんで、うん、一回職質された時に僕出てきちゃった塩が、うん、で僕自身もどこに塩入ってるか知らないんで、うん、すごいテンパっちゃって、で警察10人ぐらいに囲まれたことはありました。で、あの、なんて言われて、あの 解放されたん。いや、あの、僕泣きながらおばあちゃんに電話して、もうちょっとなんか入ってたって言ったらおばあちゃんが、それ塩やって言った。はい、それ塩やで、ね、この後の空気どうする。どうしよう、どうする、どうしよう、どうする、どうする、ぐいぐい。はいはいはい。じゃあちょっとチーフ、じゃあマラソン向けじゃあ何かある、みんなはチーフマラソンに向けてさ、こう練習したり、うん、なんか目標持って頑張ってるわけじゃん、うんうん、みんなもやっぱね、生きてる上でもなんか目標持った方がいいんじゃないですかと、うん、はい、どんな目標持っておりますか。ポスト以外の部分でね、はいはい、うん、どうですか、うん、リスナーの皆様もどんな目標を持って生きていらっしゃいますか、うん、そうね、はい、人生を考えるあの番組していきたいな。深いですね。なんかまた趣旨変わってきたねジャンプから入ったらね、少年だから、まあ、たまには深い話もね、そうそう、まっすぐな気持ちを忘れずにと、はい、はいはい、はい、近いね、なんか目標的なね、うん、さっきこんな絵描いてたね、こんな絵描いてたけど、次は人生について、人生についていきましょうと、こっから人生に行くの、ね、はい、行こう、まずね、フライングゲット、フライングゲットやりたいだけでしょ。目標どうですか。目標、あ、僕じゃあ、大げ目標ない、僕はじゃあホスター上がった後に、うん、あのチャリンコで世界一周したいなって、これ本気で思ってます。本気で、はい、海のとこどうすんの。海は船ですね。船の時はチャリ漕げないわけ。その時はフェリーで乗っとくの、乗っかるんですよ。その間漕がないでしょ、さすがに。僕船の上で漕いでるんですか。どのぐらいかかんやろ。1年以上かかんのかな。僕ね、半年をかスパンに考えてるんですけど。半年で世界、お前暇だな。はい、半年はまあいいかなと思ってはい、それぐらいで考えてますね。これがまあ、いいね、近い、はい、いいね。あの大阪から東京まで3日だったんで、うん、うん、僕はね、あの僕もちょっとスポーツやろうと思って、ね、おいいですね。僕ももともと野球やってたわけですよ、はい、で、うん、やっぱさ、少年の頃ってさ、はい、野球やるって言ったらさ、はい、野球しかやんねえじゃん、はい、まあ確かにね、そうですね。他のスポーツにさ、うん、あんまり手を出さずにさ、はい、の野球だけに一生懸命打ち込んできたわけですよ、はい、僕ね、最近ね、自分が松岡修造に似てるんじゃないかと、気持ち的にね、あの熱い男ね、うっせえところとか、ね、熱くなれの方だね、そう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 、王子の顔がなんかでも熱いんでねそうそう、すごい熱い、すげえ熱いわけですよはい、うん、私熱いからね。ってことはちょっとテニスやろうかなと思ってね。テニス、でも一回なんか、いや違う、今放送禁止用語に近くなるね、やめなさい。手ですよね。手ですよ。手、あ、手ではない、手やめ、部屋見した後だ営業の大変だからやめなさいテニスをやりたいですね。そう、テニスをやろうと思って。でも運動神経いいんでね、そう、多分今からでも全然ね、アンジュさんだったらいけると思う。そう、ちょっとテニスちょっと本気でやってみようかなって、うん、本当にとりあえず卓球からって書いてます。なんでやの卓球も割と上手いね。卓球もね、なんか上手そうですよね。確かにね、あのテニスも何言ってるんですか。何を、テニス、テニスね、テニスバップ、はいはい、バップ、はいはい、ビーバップ、はいはいはい、はい代表あるまじきとかね、それ NG コメント出ますよ。NG いや、俺言う前になってた、なってた、なってました、やめなさい、じゃあ、じゃあ次ね、ハルトさん、はいはい、ハルトさんもね、どうですか、フライングゲット、何言ってるんですかハルト君、あ、だだだだだ、星の王子様になりたいんだよ。いいですか、いいですか、はいはいはい、フライングゲット、やりたいやりたくね、あ、ほら、はい、いや、こうやったら、ね、絶対来るんだって、ロボットレストラン、ね、分かるんですか、関係ないけど、行くよ、ロボットレストラン、3、2、1、はい、ロボット、ロボット、レストラン、ロボット、ロボット、新宿でーす、はい、備えやないか、はい、そろそろ茶番は終わりにせよ茶番、茶番、なんか目標ないんですか、ちょっと以外の、なんか、はいはいはい、ね、じゃあ、はい、天津さんにも聞きたいですね。一応ね、30過ぎに、はいはい、まあ、一星と男の約束をしまして、はい、お、
あの富士山で一緒に登ろうって。あーいいねー。8年前から言って。8年前から相当前ですよ。そろそろだねっていう、ね、それが20歳の頃にじゃあ約束して、うん、10年経ったらやろうと、うん、そうそう、なんかいいね、まあ、あとコウもいたんだけどね、あ、やめようか。そうなんだ。でしょ、でしょ、はい。なんかちょっとあえてフライングゲットに入れたんだ。フライングゲットだね、それは。いや、その話出さなかった。こういうのいいな。コウさんに言わなかったら別に普通でしょ。いや、富士山、富士山いいよね。富士山いいですよ。意外にさ、こういう年になってくるとさ、徳、うん、さんとかしたくなってくる。ね、ちょっとね。そう、なんか、なんか加藤さんって言ったんだけどな。ね。え、でも、ゴールデンウィークとかね、うん、お盆休みとかでもね、うん、何日か休みだと全然いけると思うんで。富士山、登ろっか、じゃあみんなで。ね、ちょっとみんなで、新しいムービー撮るじゃないですか、また、スギちゃんの次。いや、富士山一発目はきついよ。うん、高尾山。いや、でもね、それ却下されましたから、見事に。うん、ああ、そうなんですね。あの大気マンがね、絶対嫌です。嫌だとね。まあ、しんどいっちゃしんどいですもんね。しんどいからね。なんか好きな人は好きなんですけどね、うん、そういうの。僕も俺、マラソンするわ、チーフと一緒に。おぉ、陸上部だもんね、もともとね。俺、陸上部なんで、やっぱ死ぬんですよ。あ、長距離ですか。もう長距離だよ。まあ走ることもね、うん、楽しいね、うん、やっぱよく言われるんだけど、走ってたね、楽しいんですか、結構ホストに出て、はい、孤独じゃないですか、はい、孤独に地道にこう頑張ると思う、はい、まあ本当にホストに出るのかなと思うんで、そうだね、諦めたら終わっちゃうからね、しかも誰もさせてくれないっていう、はい、一人でこう、そうですね、やるのも諦めるのも自分次第、立ち止まったら、そこで終わればな、まあ、大体行くんですよ、うん、で、俺長く走ってると、はい、あの電柱まで頑張ろう、で、それで見えたらその次の先まで頑張ろうとか、はい、常にこうね、電柱にするんだ、電柱なんだ。でも最後の最後で、めっちゃ深い話ね、いただきましたね。おめっちゃ深いじゃないですか、それ。ちょっとそろそろ CM 行きますか、お2回目の。あ、そうですね。じゃあ一旦 CM 行きますか、はい、ちょっとなんか考えていきましょうね。はい、はい、どうも、お願いします。うぇ、海外進出巨大プロジェクト、パイオニアの中のさらにパイオニア。そうだね、俺がその顔でパイオニア、ベストオブパイオニア。何やるんですかね、パイオニア。ヒューツキグループだからこそできるスペシャル企画、なんと今なら従業員1人紹介につき10万円プレゼント。ええ、リュウラさんのポケットマネーから。いやいや、それやないから。はい、やってました。いらっしゃい。はい、どうも。楽しい時間で早いね。早いね。もうあと何分ですか。あんた来てからまだ30分しか経ってないですけども。ね、大丈夫。大丈夫。大丈夫。いや、今日はあのどっちか、あの見てる側。うん。見てる側ね。今日はね、アンジュさんがね、大活躍。あ、大活躍じゃないの。あの、やりざる追いなかったの。気づいた一人だっただけなんで。あのね、はいはい、めっちゃ大変でしょ。ね、うん。オープニング誰がやったの。オープニングね、あのここにね、ニコトークって書いて見せて出したんで、ニコトークってなんだろうと思って。ちょっと違いますね。そっからスタート。ニコナイトですし、ゼロトークやし。ハブっていうことで。そっからスタートしたんですけど、もう、いやいや、一人だった。ね、こんだけノリノリで、どんだけ回してくれても、絶対ロボットレストランだけはやってくれないですから。そうなんだね。で、リスナーの方は魔法ですか、結局、あのチーフさん来てくれたんですけども、はい、やっぱり腕組みしてるだけで終わるっていうね。まあなんか、後ろから支えてくれる存在がチーフなのかもしれない。あ、いいね、いいこと言うね。いいね、いいこと言うね。じゃあちょっとそろそろ求人告知しますか。お、ちょっと代表の告知を見てみたい。あ、欲しいですね。代表がちょっと一番さんとね、そう僕とハルト君でいつもやってるんで。そうですね。あ、俺の、はい、ちょっと代表からね、求人広告の方お願いいたします。いただきましょう。マジで。マジだよ、マジだよ。はい、はい、求人です。そうですね、申請ゼロになってもう2ヶ月ぐらい経ちましたね、はい。まあ、経ってからあの新人の子もいっぱい入って、まあ、今度はあの自己紹介をね、うん、兼ねてやろうと思うんですけど、はい、あのまだまだ未経験者、経験者、うん、あとまあ何人か、ね、誰でもいいんで、誰でも売らせる自信があるからここまで言うんで、おご応募の方待ってます。よーし、はい、何これ、かっこいいなこれ。これ似合う人なかなかいないよ。これは、ね、なかなかできない。はい、はい、この辺で先週のオフショット行きますか。よーし、まあ、まず先週何があったっけな。これですね、アマチ代表とみんなでご飯行ってる時ですね。おー、
いいね。そうそうそう。あるんです。あのロイがね。あのエニシ君、さっき言って新しく入って。新しく入ったイケメンでね。はいはい。イケメン。イケメン。そうそう。イケメン。最近新人がみんなねイケメン、すごいイケメンなんですよね。はいはいはい。カドチ君ね。マコ君とかね。いいね、いっぱい、うん、今最近人の間いっぱい入ってて、ね、楽しい ね流れめっちゃいいから、ね、楽しいわ。やっぱ昔と違うね。ね、はい、続きましたはい、次。おー、続きまし、ようやく意味わかった。これ、誰？え？あ、社長や。はい、うちの小社長ね。社長や。小社長ですね。来ましたね。ね、なんかちょっと決めてますね。ついに最近パーマをかけてね。これ携帯しか見てないフリして絶対見てますよね。そう、これ格好つけてる時の。絶対格好つけてますよ。だいたい社長はね、携帯持って格好つけるか本持って格好つけるかどっちか。で、ちなみにこれ俺撮ったんですけど、これ4回ぐらい撮って、はい、あ、もう一回もう一回撮り直して今ダメ。あ、もう絶対分かってるんですよ。カメラ見てないのにもう一回絶対分かってやってる。はい、面白いです。はい、はい。え、雑誌や。社長には雑誌でいいわ。ね、そうっすね、社長なんで。社長がいいよ。かっこいいな。社長かっこいいんすよ。かっこいいな。オーラすごいんすよ。ね、いつやったら出てくるんだろうね。ね、なんかちょっとね、なんかいつも俺が出たら面白くなる。まあちょっと今回はね、いつもとちょっと変わった感じの企画でやらせていただいたんですけども。社長がちょっとお見え。あ、社長。社長。え、社長。社長。いや、全然ちゃいますね。社長。社長、何した？おい、社長。おい、ボスだ。社長、空気清浄機壊したんだけど。よ、社長。社長、どうぞ。どうぞ、中の方に。中の方にどうぞ、社長。どうぞ。社長、赤パンっすね。社長。はい。社長。どうも、ゼログループ、ゼログループ社長の。はい。ロイです。ロイです。いや、全然何でも役職何でもないです。あ、どうも、ロイです。どうも。はい。はい。助けないよ。もういいよ。え、どうも、社長でした。社長でした。社長でした。お疲れ様でした。自己紹介。自己紹介をね、お願いします。あ、クラブゼロ本店、かなりアロイです。よ、歌うま。はい、歌うま。まあ、1回戦敗退なんですけども。まあ、でも歌がね、すごいね、ゼロの中でもうまい。はい、そう、うまいんじゃないですか。僕はうまいと思いますけど、ね、シャンパンゴールとかね、結構なんか甘い声を出すんですよ、すごく。マジで？はい。そう、昨日もなんか間違ってなかった。昨日間違ってましたね。Stay away! Stay away! ナイフがちょっと怒ってたの。ちょっとミスはあれですけど、声がね、天性のものを持ってるんで。あったんですよね。歌うま次、ね、リベンジしようよ。リベンジしたいですね。もし次リベンジできるなら何歌いますか、ロイさんは。その時になんないと分かんない。その時になってから考えるじゃん。やっぱ考えてよ。今ね、得意な歌2曲ぐらいあるし。お間違ってたら。でももしかしたらチーフうまいからね、歌。なんかあんたは加納さんみたいな天然な感じが可愛いね。そうなんですよ。ちょっと加納栄光的な、なんか天然な。なんつうの、加納栄光さんってさ、やっぱりさ、なんか許しちゃう感じあるじゃん。なんかムカつかないじゃん。そういう感じが出てますよね。すごい面白いんですよ。なんで敬語になってる。褒めてんだよお前のこと。お前どうにかやれ。ただただ気持ちいい顔になってるだけじゃない。やめろ。お前ヘアメス。ヘアメス取るんだ。チーフ歌ってみてって書いてますよ。いや、チーフ歌うまいっすよ。ちょっとチーフ、まだちょっとあと3分ちょっと歌ってください。チーフ新人歓迎会でトンボ歌ってくれたんで。あ、そう、全力のトンボね。ね、おー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 。なんかね、歌わなかった。サッカー、サッカー。あ、なんか、はいはい、また今度、また今度、また今度。緊張してるから。なんかね、なんか見せ戻って。おーい、はい、はい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 。社長面白くてください。おー、社長と思われてます。社長だと思われてますけども。社長いつも一発ギャグあるじゃないですか。おーい、一発ギャグですか。ワンピースだね。あれやって、お願い。ワンピース、ワンピース、ワンピースの誰やったっけ？今日ねジャンプの話結構したんね。ワンピースに出てくる。ワンピースに出てくる誰？ルフィ海賊団にいる人さ。の誰？誰だ？こうこれか。それそれ言ってよ。ってことは早く言えよ。じゃあ早く言えよ。さあさあジェリー一応チャイオ。めっちゃ炭酸、めっちゃ炭酸抜けます。社長お願いします。じゃあ長い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 。本物でもこの辺も加納さんみたいですね。おおおおおうんつめ。なんでちょっと弱めやねん、普段より。なんで普段より6分ぐらいの時間。はい、
はちょっとびっくり、なんか冷やしてる、はい、ちょっとね、これやっぱ一人10秒ずつくらい面白いことやりたいなと。新しいね、また最後にちょっと10秒ずつくらい、やっぱりね、うん、僕芸人寄りな方がね、あの好きなんで。なるほどね。だってゼロトークもやっぱりね、アメトークさんからいただいたんで、ちょっとラストにみんなでなんかロボットレストランみたいなことではなく、あ、これこ、これここでもいいんじゃないじゃん。お、ここしたい。もうそう、いや僕はいいんだけどもう。ちょっとね、はい、どうですか。んな、おお、い、急に無口、社長の急にみんな社長カメラアップって。カメラアップ、そうよ、ちょっとあの顔はね、誰も多分ね、ちょっとロイの顔のアップ欲しいんじゃないの。いやちょっと待って、格好つけなさい。あ、格好つけてなんか一言、一言言った。本当に格好つけねえんじゃねえよお前。何そうだよ、そんなに格好つけ全力で、なんかお前すげえ角度がすごかった、ね、めっちゃでも確かにめっちゃかっこよく正面見てなかった、ね、すげえ上からこんなやつじゃん。じゃあチーフの決め顔欲しいな。お、はい、ラスト1分なんで、最後はチーフの決め顔をいただきましょう。チーフの決め顔いただきましょうか。さあ、3回目で、ね、最近3回目で、はい、お願いします。お願いします。最近パチンコ調子いいんでね。やめなさい、パチンコの話はやめなさい。いや、こっち行こう、こっち行こう、こっち調整落ちるべし。あ、おお、いいじゃん、いいじゃん。多分パチンコの演出にね、あるんでしょうね。あの、チーフらしい。おー、いいじゃん、いいじゃん、よかったですね。さあ、まあ、本日はね、まあ、色、まあ、ちょっといつもと違った感じでやってきましたけども、はい、これからどん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 。そうですね。はい、今日も打ち合わせ通りだったね、やっぱね。打ち合わせ通り。逆にこれ打ち合わせ通りだったら、普段何してたんですか。ちゃんと。いや、いつもといつも通り。まあ、来週からライゲット。じゃあ今日最後。差し込んで分ける。じゃあ今日ラスト。今日それしかやってないよ。じゃあラスト最後でライゲットやりましょうか、最後。じゃあみんなで。いっせーのーで、フライングゲットやらんのかい。クラブゼロの、水島寿です。はい、クラブゼロの七瀬ハルトです。今日は、求人の方を、やらせていただきたいと思います。あのゼロでは、一緒に働く仲間を、募集しております。2つありますね。得点があります。入店したら得点があります。まず1つ目、料費が、3ヶ月間無料になってます。無料ですね。はい。住むとこ大事ですよね。大事。長いとね、生活できませんからね。はい。で、もう1つ目。携帯代が無料じゃない、携帯代が支給されます。支給ね。お仕事頑張れます。はい、じゃあ広告の方。そうですね、広告の方なんですけども、自分広報をあの担当させてもらってるんですけども、一応まあその雑誌ですね、ポストマガジンだったりとか、リフォーホームページだったり全部含め、まあ、年間5000万ぐらいのお金を使って皆さんのこうね、ゼログループで宣伝をしてるんで、まあ本当に入るならね、ゼロあの本店が、まあ、自分なので、まあ間違いなくあの自分らが面倒を見て、あの裏する自信があるんで、入ってどしどしどんな質問でも答えていくんで、よろしくお願いします。お待ちしております。待ってまーす。はい、待ってまーす。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。